どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日のお知らせはですね、毎月後半になったらもう恒例になっておるんですけど、ガズの、ウクレレたちの、販売の再開と予約の受付再開をお伝えしたいと思います。はい、いつもなんですけど、この G ラボとガズレレでこの生み出しているこの、ガズモデルとかこのガズのわがままウクレレシリーズなんですけど、毎月月のね後半にね、販売と予約を受け付けております。今月もやってまいりました。いつ、そのスタートする日時なんですけど、販売予約こちらになってます。ドン、2022年の5月の25日お昼ちょうどにガズレレ公式ホームページで、スタートいたします。はい、いつものご案内と同じになるんですけど、改めてちょっともう一回じゃあ、説明させていただきます。まずですね、即発送になる、注文いただいたら受付後3営業日くらいまでに発送する、即発送になるウクレレと、予約、事前予約を受け付けるという商品があります。まず即発送のラインナップですけど、はい、こちらガズの初めてウクレレシリーズ、これはリーズナブルで弾きやすくて、これプレゼントにも最適ですよ。もちろん初めてウクレレ始める1本目にも最高。これもこれとですね、あとはガズのですねわがままウクレレ、このレギュラーラインのラインナップですね。これソプラノウクレレで、今ねコンサートとかテナーサイズとかもいろいろラインナップされてます。薄レレとか通常の厚さのボディとか、こんなのいろいろ、フレットの長さとかピックアップっていうマイクがついてるとかついてないとか、いろいろ選べるようになってます。このことについてちょっと後でも解説しますけど、このわがままウクレレシリーズとガズの初めてウクレレシリーズ、こちらが、即、販売になります。あと予約注文なんですけど、予約注文っていうのはですね、いつもガズが YouTube でメインで使ってるこのガズモデルをはじめ、ちょっと塗装とかね、やっぱこれ手がかかるものですから、こっちはね予約注文になってます。あとはこっち、ほら最近話題のガズレレ G ラボのヴィンテージシリーズって、これすごいいい木目のやつね、これもですね予約注文です。あとこっちのねセミオーダー、これはですね皆さんおすすめですよ。世界で1本のセミオーダー、これはいろいろ選べて、もうねかなり今最近あのセミオーダーのオーダーをしていただける方すごく増えてきてですね、本当にね、いいウクレレですね。こっちもねちょっとぜひ見ていただきたいです。今バーッとこう説明させてもらったんですけど、やっぱりちょっとね、何があるんだか分かんないっていう気になると思うんで、このね今ガズがこの説明してる動画の後にですね、過去にガズがものすごく詳しく説明してる動画を貼り付けておきます。なんでちょっとウクレレのこともうちょっとよく知りたいなという方、この時間まで、ちょっと早送りしてもらうと、各ウクレレの紹介を、当時のガズが、しっかりしてますね。ちょっとそこにジャンプして見てみてください。で、確認ですけど、5月の25日のお昼ちょうどガズレレ公式ホームページ、概要欄にもリンク貼りますけど、ここにもリンク貼り付けておきますね。ここで、受付が始まるよということなんですけど、そのホームページね明日行ってもらうとですね、明日のお昼過ぎに、リストになってます。どのウクレレがどれだけまだ在庫あるかみたいに一目瞭然で分かりやすくなってますので、ちょっとぜひ見に行ってみてください。ちょっとどうしようかな迷ってる方とか、ぜひねホームページに行ってみると、いろいろこう詳しく解説してる、ページもありますんで、じっくり見ていただいてというふうに思います。そして忘れちゃいけないのがですね、このウクレレももちろんねいいんですけど、このこういうのもいかがですか。ストラップ、これはマイハニーさんが手作りで作ってる、ストラップだとか、ここについてるガズレレ水引きとか、はい、いろいろカラーバリエーションも豊富です。ストラップもすごくね、これすごく使いやすいと思いますよ。こういうもののグッズもですね、ここにリンク貼っとくんで、ちょっとこういうのもね合わせてちょっとご覧になっていただければというふうに思います。これねちょっとねこういうの作るだけでポップな感じになりますからね。であとですね、最新の情報なんですけど、この本、新しい本出ますよ。今年も7月13日に発売ですけど、ただいまね、予約を受け付けております。皆さん本当に、多大な予約をいただきまして、今ね予約段階なのに Amazon でカテゴリー1位ベストセラーを頂戴しております。ありがとうございます。ぜひこっちもね、細かいことちょっとここに貼っとくんで、予約をしていただけるとガズがすごく喜びますということでございます。さあさあ、そういうわけでですね、この後、ガズのウクレレたちのことを詳しく説明している動画をこの後貼り付けるんですけど、その中でこのガズの、わがままウクレレとかのこのフレットを選ぶ方法とか、ピックアップを選ぶ方法っていうのもそこで紹介してますんで、ちょっと動画の中で確認してください。それではガズのウクレレたちの濃厚解説、動画をですねこの後貼り付けます。じゃあ皆さんご覧になってください。どうぞ全体の、ラインナップご紹介していきましょう。
まずはですね、こちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズのわがままウクレレシリーズとか薄レレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ、前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まず、ピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディ の厚さが薄いから案外なりが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃデッカアウトをするすごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレはほぼオーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットのこの数がほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさがソプラノコンサートテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方を見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよ。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、これ3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。盛りだくさん。これ、見て。すごいですよ。この木目といいですね。はい。ガズレレと G ラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ。ヴィンテージシリーズということで第1本目。このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサートソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね、結構見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ?凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。この、まず一番見てもらいたいのは、このトップの木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、はい。こういう細かいね、仕様なんですけど、今回新たに、この G ラボとガズレレのヴィンテージシリーズの、詳しい、
く、それを書いているホームページを、作っております。そう、ここに、そのページ、詳しい、スペックはここでちょっと確認していただきたいんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオナウクレレっていうのがあります。セミオナウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそポジションマップの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。